はい、皆さんこんにちは、ゆきぴろ監督の村田です。はい、本日は練習していきたいと思います。で、250m を1本しっかり走っていきたいと思います。で、私まだ残り1試合今シーズン残っております。11月3日に記録会ですけども 100m に出場します。で、まあ、なんで出場するかっていうとね、11月のこの時期にやっぱりこのマックスフライを履いてもう1本 100m に出場したいと思いまして、登録しました。で、まだこれ1試合しか走ってないんですよ、全日本実業団1本しか。なのでね、もう1回この気持ちいい感覚をもう1回試合で履いて走りたいなと思って出場します。まあ、記録というよりもね、気持ちよく 100m を走って今シーズン終わりたいと思いますので、はい、その準備をしっかりしたいと思います。やっぱり今シーズン、まあ、練習量が全然足りてないっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、ラストね30ぐらいの走りっていうのがやっぱり崩れちゃって、そこでちょっと減速がかなり起こってしまっていると思うので、今日の 250m は最後まで走りの動きを変えずに、しっかり最後まで走っていくっていうのをテーマにやりたいと思います。はい、それでは行きまーす。頑張りましょう。めちゃくちゃいいです。はい、さあぼちぼちいきたいと思います。皆さん250走ったことあります？まあ、陸上やってる人はね結構通ってきてる道だと思うんですけど、まあ、僕あんまり250 走ったことないっていうか、練習でも本当に数えれるくらいなんですけど、多分250の自己ベストが26秒を中盤だった気がします。26秒中盤バーンっていって、そのままもう突っ込んで最後まで走るみたいな感じだったんですけど、で、まあ今日まあね26秒とか絶対無理なんで、まあ、28秒台ぐらいをね目標にしていきたいと思います。まあ、タイムというよりはフォームっていうかね、そこら辺の最後までまとめるっていう、踏みたいところにしっかり足を踏むっていうのを最後までやりたいなと思ってます。で、そうですね、28秒いけるかな。28秒って結構でも早いんですよね、しっかりいかないと。マジか。よし、緊張する、怖い怖いぜ。たかが250400の選手やべえな、いつも思う。こっから最初しっかりいかないと、楽にスーッとそれをしっかり掴むんだよな。怖すぎ。よっしゃ。よし、GoPro の位置が。よし、行こう、やっと行こう。かれこれ5分経ってる。10分か。しゃ、
28秒44、そこそこやっしょ。お疲れ様でした。走りました。28秒44でした。いやもう終わってから20分ぐらい経つんですけど、マジで疲れた。いやー久しぶりに150しっかり走りました。いやまあでも目標の28秒台っていうのは出せました。まあ動きとしては、まあ、最後の方やっぱ若干ねもうしょうがないんですけど。崩しちゃったんですけど、でも操作しようと思いながら走れたので、そこは良かったかなと思います。まあ、なんせ疲れましたね。いやーマジでリバースするかと思った。はい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 、まあでも、しっかり走れたんで満足です。ちょっと本当怖かったんですけどね、走る前。はい、じゃあ来週最後の100メートル頑張りたい、最後の100メートル頑張りたいと思います。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。